世にも奇妙な植物の雑学。ラフレシア。肉が腐敗したにおいを放つ世界最大の花であり、死者の花、と呼ばれている。テレグラフ。プラント。葉が自動的に動く植物であり、音楽や光に反応してダンスするように揺れる。ホウセンカ。触れると種を弾き飛ばす性質を持つ。その学名はラテン語の、我慢できない。という言葉が由来。プヤ。ライモンディ。 100年に一度だけ花を咲かせ、その後枯れてしまう、正規植物。である、ドラゴン、ブラッド、ツリー、キルトチのような赤い樹液を流し、その液体が個体の薬や染料として使われていた。おじぎ草。捕食者から身を守るため、おじぎのように葉が瞬間的に閉じる性質を持つ。ウツボカズラ、牛を捕食する食虫植物で、袋状の葉の中に蜜で誘い込み、消化液で溺死させる。 リスク地下から吸収した塩分を葉から放出することで周囲を他の植物が生育できない環境にしてしまう。イカダカズラ川に浮かんで移動する植物でその名の通りイカダのように水上を漂いながら繁殖地を広げる。自然って不思議なことがたくさんあるよね。